痛い。全身が痛い。水の音がする。川？うわあ、私生きてる。しぶてえな。カッパー、お前か。カッパたちが助けてくれたの？本当はこんなこと二度としてはいけなかったっぱ。でもオイラには見捨てることなんてできないっぱ。カッパー、ありがとう。あんな上から落ちてきて生きてるなんて。もう多分次は助けられないっぱ。今回だってどっかで見られてたら。誰に？ごめんカズミ、もう行くっぱ。本当に気をつけるっぱ。オイラから言えることは数だけっぱ。ありがとう。カッパ。どうなるこれ。翌日。あ。刺されて死んだ？おい、聞いたかよ。うちの生徒が刺されて死んだらしいぞ。かすみちゃんじゃないとしたら、ゆうこ先輩で。え？私は飛び降りて死んだって聞いたけど、ま、似たようなもんやけど、どっちも。殺人？自殺？怖いわ。静かに。皆さん、噂は耳にしていることと思いますが、先日、法学の生徒である表優子さんが亡くなりました。やっぱり噂は本当だったんだ。怖ぁ。まさか本当に死んだとは。静かに静かに。現在、警察の方々が詳しく捜査を進めてくださっております。事件の可能性もありますので、生徒諸君はくれぐれも気をつけたように。怖いですね。怖いですね。殺人って、事件って殺人ってことかよ。怖すぎだろ。そこら辺に殺人鬼がうろついてるかもしれないんだぜ。はい、静かにしなさい。ケースの方からいくつか伝えることを預かっていて。ゆうこさんが死んだ？私を突き落とした後ってこと？一体どうして？何があったの？もう戦争とかそういう話なくなってたよ。私とあいつの24時間事件になってる。24時間事件になってますよ。そうか、ここで二人きりになってしまった。こんな状況で一応伝えとく。優子さんについて知ってること。昨日放課後、ゆうこさんに誘われて一緒に帰った。神社に寄り道もして、そこで崖から突き落とされた。フチが私のせいで苦しんでるから私はいなくなれって。でもゆうこさんの言ってたフチは多分偽物で、ゆうこさんちょっとおかしかった。私はなんとか助かったけど、その後何があったかは知らない。何言って。そうだよね、頭おかしいと思うよね。でも実際そうなんだから仕方ないじゃん。そうよな、かすみちゃんになって、こんないきなりあんなことになって、誰が予想できるか、こんな展開。ただ私は知ってることを言っただけ、それだけ。店に行ってくる。お前たまに意味不明なこと言うから、今回も別に驚きもしないけどよ。人が一人死んだってのに、そんな淡々と喋って、ちっともからしもないんだな。お前がそんな冷たい白状なやつとは思わなかった。お前もな。このタイミングでセーブあるの？まだ結構長く続くんだ。神社。
やあ、あ、遊びに来たよ。伸ばしすぎです。しょりちゃん伸ばしすぎです。くくく、なに、いじられ待ち、最高だよね。盛大に失敗したもんな。そうだよな、あんだけ突き落としておいてさ、生かして帰る。それより、それ以前でさ、次の日結構ピンピンしとった。かすみちゃんの耐久力どうなってんの。かすみちゃんの体なんかカーボナイトとかそういう未知の鉄鉱石とかで作られてんのかな。鋼鉄で鋼で鍛えられているな。だからあんたは焦りすぎだって散々言ってきたでしょ。やっと理解した。まあそういうわけで、これからは私のやりたいように痩せてもらうから文句ないよね。オッケー、じゃあ優雅にくつろいでてちょうだいな。あはは。そもそもこのお二人はさ、どういう感じで優子先輩とかすみちゃんのことを襲おうとしたんだろう。なんか意味があってなんだろうけど。翌日、放課後。あれ、かすみちゃん元気ないね。まあ仕方ないか。仲の良かった先輩が死んじゃったら悲しいのが普通だし。普通、そうだよね。ん、何か様子がおかしいな。私白状なのかな。先輩が死んだのに全然悲しくないんだ。親しくしてた先輩が亡くなったら普通もっと落ち込んだりするよね。かすみちゃんは白状なんかじゃないよ。きっと他に原因があるんだって。まあ確かに、かすみちゃんその操られとったとはいえ、洗脳されとったとはいえ、優子先輩に殺されそうになったけんな。心情ちょっと複雑なところあるようだろうな。うん、今日一日ずっと先輩の思い出をたどってた。最後はいろいろあったけど、でもいい先輩だったなぁとは思うんだよ。でもそれだけいろいろ捨ててもらったはずなのに。おっと、かすみちゃん帰るの？寄り道もなしに？うん、ちょっともう一度行きたいところがあって、そしたら何か分かることがあるかもって。うちもついていっていい？うん、いいのか。しょりちゃんまだその先で何かやろうとするんじゃないのか。それで行きたいところってやっぱここだよね。いや、まだ突き落とされるんじゃないの。なんかしょりちゃん交代目で近寄ってさ、なんか取りなそうとしながらもさ、二人気になった瞬間やりそうな気がするんだよな。昨日ここで私は先輩も、血がきれいに掃除されている。ゆうこさん、どうしてあんなこと。あんなこと？うん、なんでもない。そっか。あの時確かにゆうこさんはおかしかった。まるで何かに洗脳されてるみたいね。その通りです。でもあの時の不治に対する思いは優子さんの本音だったんじゃないかな。その通りです。なんとなくそんな気がする。思えばいつも優子さんは優しくて、でも結局いつも本当のところではどう思ってたんだろう。確かにレスリング先輩結構自分の気持ち隠しとるっていうか、積極的には出してこんかったからな。みんなに気を使って本音を隠してきたんじゃないかな。ああ、それなんか冒頭の方でもそういうセリフあったよな。現代の子は空気を読みすぎるみたいな話。そうか、レスリング先輩自身が自分のことをやっぱり自分でも消極的だって思っとるからこそさ、現代の若者は消極的だみたいな会話にちょっと自分の心に突き刺さるもんがあったんやな。
だから冒頭でもあんな自分でそういう感情が湧いてきとったんだろう。それをりょうくんの偽物にまんまと使われてしまったんやな。利用されたっていうか。私は昨日初めて優子さんに出会ったのかもしれない。初めて出会う？これまでのそのなんていうか仮面をかぶった優子さんじゃなくて、素顔の本当の優子さんに。先輩とは半年近く一緒にいたけど、心の距離は全然近づいてなくて、亡くなったのに悲しくない。なんて、これって全部私の勝手な妄想かな？ああ、名字の表って結構伏線だったんかもしれんな。表優子。実は、表の姿なんて誰にも見せてないんだ。伏線だったかもしれん、何気に名前が。自分に都合のいいように解釈して、一人で楽になろうとしてるだけなのかな。やばい、喉が疲れてきた。喉がちょっと、スタミナがなくなってきました。でも、仮面をかぶらない人間なんていなくない？うん、だけど、だからこそ親しくなりたい人の前では仮面をつけずに。誰も骨なんて言わない。たとえいたとしても、そうだとはわからない。いくらこっちが仮面を剥いでも剥いでも、誰も素顔には気づかない。そうすると、だんだんどれが本当の私なのかわからなくなってくる。そして、みんな気づくの。素顔、本当の自分なんてもの、どこにも存在しないってことに。しおりちゃん？しおりちゃんもしおりちゃんもさ、過去で、りょうくんに SOS 出しとったのにな。優等生に見せかけて、実は自分は苦しんでるって、表に出したつもりだけど、りょうくんには届かずに。だからこういうセリフが出てくる。かすみちゃんの、かすみちゃんの言うことも確かに。なあ、ちて、びっくりした？この場所、雰囲気あるし、ちょっと驚かしてやろうかなってさ。ああ、そう言いながらも、しおりちゃんも、仮面をかぶり始めた。これか、こういうことか。びっくりした。もう暗くなってきたし、帰ろ。さあ、下山じゃ。素顔なんてないか。でも、最近私は、富士の素顔が分かってきた気がする。勝手な妄想かもしれないけど、あいつが今どう思って何に悩んでいるのか。だからこそ私はあいつと仲直りがしたい。完全に私が悪いのに、あいつには迷惑かけてばっかりなのに。ほら、行こう。うん、今行く。翌日。何だ今の？何だった今？なんだろう？手紙か。そろそろ気持ち切り替えて仲直りしたらどう？二人、私二人の仲介人になるよ。しおりちゃん、ありがとう。ちょうど私もそう思ってた頃なの。仲直りしてくれるのはすごく助かる。この手紙をさ、相手側に送り込む時の勢いさ、ベシッ！いや、もうちょいさ、丁寧にやろう。ベシッ！授業中ですよ。OK、Google。なんか、何から何まで、しおりちゃんのお世話になってて、申し訳なくなってきた。いいの、いいの。こういうおせっかいは、やりたくてやってるだけだから。じゃあまずはあいつが今どういう感じなのか調べないとな。ちょっくら敵情視察に行ってくる。うん、お願いします。その代わり謝礼として2万よこしてください。え？お昼休みか。ま、普通なら食堂か教室にいるはずなんだけど、
寮だからな。どうせあそこにいるんだろう。え、トイレにこもってんの？りょうくんいつも教室抜き出して一人でトイレで飯食ってるタイプの人間か。かわいそうだな。トイレじゃなかった。うふ、やっぱりね。よう、便所飯しないんですか？しおりちゃんもその発想にたどり着いとったと思う。しおり、何の用だよ。用事がなきゃ会いに行くのもダメなの？厳しいな。いや、そういうとこほどじゃないけど。え、りょうくん、その顔、もしかして気があるタイプなのかい？急に帰ってきて、喧嘩別れしたってのに、まるでなかったかのように来られても。1年近く前のことまだ引きずってんの？いい加減切り替えていこうぜ。鍵閉まってんのかよ。つまんね。逆にそんなすぐに切り替えちまったら、お前がいい気しないだろ。なんで？うちはいつまでもくよくよされる方が鬱陶しいけど。鬱陶しい。さっさと切り替えてさ、かすみちゃんとも仲直りしなよ。あいつのはまた話が別で。素直になれよ。早く仲直りしたいんだろ。お前かすみちゃんのことを好きなんだからさ。別に好きなんかじゃ。いやいや、肌から見たらどう考えても両思いです、ごっつぁんですって感じだから。うわあ、図星って感じじゃ。あんま顔に出してなかったけどな、りょうくんの方は。マジか、そうなのか。仲直りしたいんだったら私が間に立ってやるけど、する？しない？して。わあ、しおりちゃんが恋のキューピッドになりますね。オッケー、じゃああとはもう私に任せろい。早速仕事だぜ。その代わり後で2枚よこしな。しおり、そのありがとな。昔とも変わらず接してくれて、少しあの頃に戻った気分だ。あら、こいつやっぱバカだわ。ほんとバカ。はは、別にいいってことよ。じゃあな。お、まだ聞きたいことか。東京のこととか教えてくれればよかったのに。放課後、高仲介人は信用ならんぞ。かすみちゃん、お待たせ。お膳立ては済ませておいたから一緒に行こう。ありがとう。何かを企んでいる。ここって？まあまあ、黙ってついていきなさいな。ちょっと跳ねててね。せーの、よっこら小一。鍵も壊した。大丈夫なの？だいたい屋上に入れないって、入れない方がおかしいからセーフ。自分ルールすぎる。うわあ、屋上なんて初めて入った。なんか悪いことしてる気分、そわそわする。初めてか、もったいないな。やっぱり学校は屋上出入り自由化を認めるべきだよね。ははは。どうしてここに？だって学校で一番の青春スポットといえばここでしょ。今から青春するんだから、ここがぴったりじゃん。そっか。あはは、なんか照れるな。おお、もう現場をさ、この現場を提供するっていうさ、仲介人しおり。これは、今後いろんな人の仲介をサポートするんですね。この策は結構低いんだ。なんで？いい眺めだなーって。中学の時もさ、よく寮と屋上で遊んだりしたんだよ。柵の低さとか見て、
突き落とすときにこの低さだったらみたいな感じのことを考えてる。中学では屋上出てよかったんだ。いや勝手に入ってただけだよ。でも大体毎日あいつとは遊んでたな。あ、そうなんだ。なんか複雑。複雑ね。もはやそう思われることも私としてはなんだかなって感じ。かすみちゃんはさ、本当に私ができなかったことを全部やってるんだよね。なのに、しおりが言ってたが、高校頭良さそうなやつばっか。卒業してから久しぶりにいたけど結構変わったな。国立大学の実力ランキングマスコミ。へえ、高校の掲示板とかもあるんだ。ちゃんと動いてるし。今年東大何人行けそう？20ぐらい。一人有望なのが行った。行った？今年も自殺者出たのかよ。ん？自殺じゃ？毎年ってそんなに頻繁に出てるのか。マンさんメンタル弱すぎ笑うた。今年も女でした。地方組だったらしい。ナムナム。女？地方？これって、いや、まさかそんなことは。まさか。なのに、まだこれ以上望むんだ。死ぬまでずっと、いや、死んでからも。私のことは見てくれなかったのに、こいつのことは分かってるんだ。どうしてなの？ねえ、答えてよ。やばい。しおりちゃんの表の顔が、いや、裏の顔か。裏の顔が出てきている。皮を破り捨てるか。私なんて高校に行ってからもさ、やりたくない勉強を毎日毎日やらされて、誰もそんな私をねぎらってくれなくて、むしろ余裕そうで羨ましいって。いやいや、うちのどこが余裕そうなんだよ。誰も私の相談に乗ってくれない。毎日親の期待と責任を背負って生きていく。向こうでも私はずっと一人きりだった。そんな時君ならどうする？いや、君には寮がいるもんね。ちょっと、しおりちゃん。私は自殺した。ほうなかしおりだろ。意外だわ。どういうことだよこれ。しおりが自殺していた。いや、ついさっき話したばっかりだぞ。じゃああれは一体何だったんだよ。え、あ、ちょっとどういうことか。私は今年のゴールデンウィーク最終日に自分の部屋で首を吊って自殺した。もうすべての苦しみから逃げ出したかったから。え、でも今私の目の前に。うん、いるよ。でもかすみちゃん、君だってすでにさ死んでいるんだから。なんだと。わ、私が死んで。いや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 、何言ってって言いたいところなんやけど、第4話だったっけ？一回死後の世界みたいなところ行っちゃったよね。まさかあの時ではないだろうか。あれ？自覚しなかったんだ。じゃあ何度でも言ってあげる。君は死んだ。死んだんだ。いや、正確には死ぬはずだったか。ちょっとしおりちゃん、意味わかんない。いやでもさ、これまでさ、かすみちゃん結構死にかけたところ、死んでもおかしくなかった状況あったよね。第2話なんか車にすごい車に控えたやん。で、死後の世界に一回行ったし、この前は、もうこの今作ではさ、
崖、突き落とされてそれでも生きとったし、かすみちゃん結構死んでもおかしくないことにあって死なずにここまで来とうからな。入院すらしてないからな、お前。意味わかんないとか言おうけどさ、そのかすみちゃんの運の良さの方が意味わかんないだよ。だって私今こうして生きて、君はねこの春車に敷かれて以来ずっとグレーな存在だったんだよ。何そのグレーな存在、生きているか死んでいるかグレーな存在って初めて聞いたぞお前。そんなグレーって言葉の付け方あるか。あ、確かに控えたけどさ。あれは逆補正聞いとったけどさ。ああ、そうか、逆補正聞いててそんなにダメージなかったんだなって思ってしまうだろうお前。あの頃は逆だったからなおい。あの頃の私のあいつの24時間戦争は逆だったからなお前。今でこそシリアスになってきとくけどさ。忘れたなんて言わせないよ。あの日君は亮と追いかけっこをしていた。そして不注意で転び、辺りをよく見ずに十字路を横切ろうとしたその時、あったあった第2話やな。ドカーン、はい、ご愁傷様、おだぶつナムナムとなるはずだったのに。あ、そういやカッパ続きしていったな、車に控えた後。そういやカッパ初めてできたんここか。それはちょっと忘れとったけど、カッパが余計なことをしたせいで君はこの世にとどまる羽目になった。あれは偶然とかそういうんじゃなく、偶然っちゃ偶然やけど、かすみちゃんの体が硬かったとかそういう話じゃなくて、そういうカッパが通り過ぎたっていう偶然があったけんだったんじゃ。本当だったら死んどったんじゃ。こういう世にはさ、まだ科学では証明できないこと、できていない何かがたくさんあってね。死後の世界とか、生き物には見えない生き物とか、本来両者は交わってはいけないんだけど、今回はカッパのバカがドジっちゃったからさ。そういう意味では君は本当にかわいそうだと、そう思うよ。本当かわいそう。そうかな。だってさ、死んどってもおかしくない状況で生きれるって、いいことじゃないんかな。でもこうした歪みが生じてしまったからには元に戻さなきゃまずいでしょ。私だって表言う子だって、死んだらみんな死の世界に行くんだよ。お前だけずっといつまでも現世にしがみついて両子と楽しく遊んでるなんて、許されるわけないよね。わあ、おい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 、何その、合戦じゃんみたいな BGM なから始めてきたけど、痛い、そう、それ以上押したら落ちちゃうよ、やめて。わあ、ここでセーブ。まだなんか続く。連打で落とされないように耐えろ。え、どこで連打するの、逆に言えば。どこ連打すればいいの。あ、クリックか、これか。クリックしなあかんのか。クリックだった。耐えろ。もう、やめようよ。亮呼んだよ。ここからはあいつもいなきゃ意味がない。お前やあいつがいて初めて私の復讐は成立するんだから。復讐、かすみちゃんに何かやられたか。かすみちゃんは何もやってないぞ、お前には。屋上に来て、かすみちゃんも一緒だよ。勝利、お前は一体、嫌な予感がする。かすみ、屋上へ急ぐ。まだ話は続く。え、なんかちょっとこっちに行きたくない、こうダメですよね、そういう好奇心を働かしてダメですよね。行くぞ今かすみ、俺はお前のことが好きだ、先に言っちゃう。かすみ遅いよ亮、何ちんたらしてんの。ほら目の前で愛しのかすみちゃんが死にそうになってるのにさ。ふざけんなよ勝利、
冗談でもやっていいことといけないことか。死人に冗談も本気もねえよ。ただあるべき形に戻るべきだけだ。藤井、藤井、助け。両さ、私はお前が憎くて憎くて仕方ねえんだよ。周りの奴らがどれだけ私を傷つけようと、誤解しようと、お前さえ分かってくれれば、慰めてくれればそれでよかったんだ。私が向こうでどれだけ苦しかったか、お前に分かるか。本音が出てきた。だから俺は心配してメールを送ったり。それだけじゃ分かんねえよ。そんなメールどうせ誰にでも送るだろう。私はもっと、いや今さら言っててももう遅いんだよ。だって私はもう死んだんだ。だから私はお前から全て奪っていってやる。過去のお前も今の友達も、そしてこのクソみたいな女もな。りょうりょう、わすみちゃん、今日、起きないと。すみちゃん、今日、すみちゃん、起きないと遅刻するよ。え、どういう状況これ。春休み。ほら、早くご飯食べようよ。もうどっくに春休みは終わったんだよ。あれ？なんかいつもの状況にいつもの日常に戻っとるぞ。どうしたのすみちゃん、顔色悪いけど大丈夫？頭が痛い。屋上から落ちて。それで？ああ、すみちゃん大丈夫？さっきからなんか変だよ。今日学校休む？あ、でもテストの結果発表が。結果発表？あかり、今日って？今日は4月15日だよ。高校入って初めてのテスト結果が出るんだよね。高校でもすみちゃん1位を取っちゃうんだろうな。第1話で高校の入学してすぐのテストの発表って、第1話のちょっと前あたりってことかこれ。第1話のあの冒頭の朝ってことかこれ。4月？いや、そんなはずは。痛い、うわー、すみちゃん、すみちゃん。続く。過去に戻っている。なんだろう、まだ何かあるのか過去に。